皆さん、飲み物だけで痩せられるとしたらどうですか？しかも、コンビニで手軽に買えるものなら簡単に続けやすいですよね。ということで、今回の動画では、コンビニでも買える痩せるドリンクを6つご紹介していきます。美味しくって毎日続けやすいものばかりなので、ぜひチェックしてくださいね。特に最後にご紹介するものは好きな人が多いと思いますよ。今回はセブンイレブン縛りでご紹介するので、お近くにある人はぜひゲットしてください。コンビニで買える痩せるドリンクの1つ目です。無調整豆乳。豆乳って牛乳よりもヘルシーでダイエットに効果的なイメージがありますよね。そのイメージ通り、豆乳は牛乳よりもカロリー、糖質ともに低くてヘルシーな飲み物になっていきます。にもかかわらず、タンパク質が豊富に含まれているので、プロテインの代用としてもおすすめですよ。タンパク質がコンビニで簡単に手に入る飲み物で補えるっていうのはありがたいですよね。タンパク質は筋肉の材料になる上、体温を上げる効果、食欲を満たす効果も高いので、ダイエット的には必要不可欠な栄養素なんですよ。また、豆乳にはさらにダイエットや美容、健康に嬉しい栄養素が含まれています。それは、レシチン、サポニン、イソフラボン。まず、これら3つの栄養素には、抗酸化作用といって、体の酸化を防いで代謝を高める効果や、アンチエイジング効果が期待できます。そして、レシチンという成分には、動脈硬化の予防や、美肌効果まであるんですよ。サポニンには、血糖値の上昇を抑える働きがあって、血糖値の急上昇は脂肪の蓄積につながるので、脂肪が身につくのを抑える効果があります。加えて、イソフラボンは、女性ホルモンに似た作用があるので、更年期症状の予防や改善、骨密度の維持、悪玉コレステロールの排出、美肌効果などが期待できます。しかも、無調整豆乳であれば、甘味料、添加物などのダイエットを邪魔するものが一切含まれていません。こんな嬉しい作用がたっぷりでヘルシーな飲み物がコンビニで簡単に手に入るなんてありがたいですよね。私はコンビニではないんですけれども、こちらのタミタのオーガニック無調整豆乳っていうのをいつも楽天で6本かな。まとめ買いしております。私が普段ネットでまとめ買いしているものに関しては概要欄でご紹介しておりますので気になる方は参考にしてみてください。コンビニで買える痩せるドリンクの2つ目です。アーモンドミルク。砂糖不使用のものですね。最近コンビニでも目にするようになってきたアーモンドミルク。皆さんは飲んだことありますか？アーモンドの風味があって優しい味わいのミルクです。そんなアーモンドミルクは最近ダイエットや美容、健康に効果的とヘルシー志向の方に大人気のミルクなんです。アーモンドミルクに特徴的な栄養素といえば食物繊維。ミルクから食物繊維が取れるのは嬉しいですよね。便秘がちの方は牛乳の代わりにアーモンドミルクにするっていうのもおすすめですよ。食物繊維は食事の血糖値の上昇を抑える効果もあるので、脂肪の蓄積を予防する効果も期待できます。また、アーモンドはアンチエイジング効果の高い食べ物としても有名。その理由はビタミン E が豊富だからです。ビタミン E は先ほどの豆乳と同じく抗酸化作用があるので、アンチエイジングだけではなく、病気や代謝の低下予防にも効果的です。また、ビタミン E は血流を促進する効果もあるので、アーモンドミルクは冷えやすい女性に特におすすめしたいミルクなんです。ただ、アーモンドだからカロリーが高そうと思った方もいらっしゃるかもしれません。しかし、アーモンドミルクは実はですね、牛乳に比べてカロリーも糖質も半分以下なんですね。ただ、牛乳や豆乳と異なり、タンパク質量は少ないので、タンパク補給の目的なら豆乳を選んでくださいね。コンビニで買える痩せるドリンクの3つ目です。トマトジュース。一時期ダイエットに効果的とかなり人気になったトマトジュース。実際トマトジュースにはダイエットに嬉しい作用がたっぷりなんです。これは主にトマトに含まれるリコピンによる効果。リコピンとはトマトの色素成分なんですが、中性脂肪やコレステロールを減らして代謝アップさせる働きがあるんです。しかもリコピンには血糖値の上昇を抑える作用のあるホルモンであるインスリンの働きを活性化させてくれます。先ほどお伝えしたように血糖値が急上昇するとインスリンが大量に分泌されて
糖が脂肪として蓄積されるっていう働きが起こるんです。そのためリコピンの力でしっかりインスリンを働かせることができれば、血糖値の急上昇もインスリンの過剰分泌も抑えられるため、脂肪の蓄積を防ぐことができるんですね。またリコピンにも抗酸化作用があります。そのため代謝の低下、見た目や体内の老化予防にも効果的なんです。さらにトマトジュースには食物繊維も豊富なため、腸内環境を整え便秘を改善してくれる効果まであるんです。加えてトマトに含まれるカリウムは体の中で食いすぎてしまった塩分の排出を促してむくみを抑える効果があります。なのでトマトジュースは便秘とむくみを解消することで速攻痩せ効果も期待できるんですね。コンビニで買える痩せるドリンクの4つ目です。黒豆ブレンド茶。黒豆ブレンド茶がおすすめな理由は、なんといってもノンカフェインというところです。カフェインには利尿作用があるので、今のように暑い季節にカフェイン入りのお茶で水分補給をしてしまうと逆に脱水になるリスクもあります。また皆さんすでにご存知の通り、カフェインには覚醒作用があるので、夜に飲むと睡眠を妨げるリスクもあるんです。しかしこのノンカフェインの黒豆ブレンド茶なら夜でも安心して飲むことができますよ。しかも黒豆茶には老化予防効果のある大豆ポリフェノールが豊富なので、糖や脂肪を代謝するビタミン B 群も豊富なので、代謝アップ、脂肪の蓄積予防効果が期待できます。また先ほどのトマトジュースと同じく塩分の排出を促すカリウムも豊富で、水分代謝の要である腎臓を強くする働きもあると言われているため、むくみの解消、デトックスにも効果的です。さらに黒豆茶に含まれるビタミン E の抗酸化作用や血流を良くする作用によっても代謝アップ効果が期待できます。その上この黒豆ブレンド茶には黒豆茶以外にも大麦、ハブ茶、ルイボスティーがブレンドされております。特にルイボスティーはダイエット効果が高いお茶で、 SOD という酵素が体内の毒素の排出を促してデトックス力をアップさせてくれるんです。加えてルイボスティーにもルチンというポリフェノールが含まれているので、血流アップ、代謝アップに効果的ですよ。私もお茶が飲みたいなという時はこの黒豆茶であったりルイボスティーなどを選ぶようにしています。私はクジラの丸ごと黒豆茶、黒豆だけでもね食べられるんですけれども、こちらも楽天でいつもまとめ買いをしておりまして、毎日ね私は麦茶の代わりに飲んでおります。今ねちょっと妊娠中っていうのもあるので、ノンカフェインのねものを飲みたいなっていうところで、結構美味しいですよ。よかったらまた概要欄から参考にしてみてください。コンビニで買える痩せるドリンクの5つ目です。炭酸水。満腹感が高まるというイメージのある炭酸水、今のように蒸し暑い季節にぴったりな、すっきり喉越しのいい飲み物ですよね。実際に炭酸水には満腹感を高める効果があります。それは炭酸水にたっぷり含まれているシュワシュワした炭酸ガスによる効果。なぜなら炭酸ガスが胃の中で膨らむことで満腹中枢が刺激されて空腹感を和らげることができるからです。加えて炭酸水に含まれる炭酸ガスは消化管の壁であったり血管、細胞を刺激すると言われています。こうして胃腸の粘膜が刺激されると消化が促進されて便秘解消効果や消化力のアップというのが期待できるんですよ。これは2002年に実証されているそうです。ただの水でも同じ効果があると言われていますが、炭酸水ならよりその効果を高めることができるんですよ。さらに炭酸水には代謝アップ効果まであると言われています。というのも炭酸水を飲んで体内に炭酸ガスが入ると血中の二酸化炭素濃度が上がって、これに体が対抗しですね、血中の酸素濃度を高めようとするため自律神経を刺激するから、その結果血管がバッて広がって血行がねジョンって良くなるので、代謝が促進されて体温の低下を抑えることができると言われています。しかもこういったフレーバー付きの炭酸水であれば炭酸ジュースを飲んでいるような気分が味わえて、ジュースの代用にもなりますよね。コンビニで買える痩せるドリンクの3つ目です。コーヒー。コーヒーにダイエット効果なんてあるの？って思った方も多いのではないでしょうか。カフェインたっぷりのコーヒーはなんとなく体にね悪そうなイメージすらありますよね。そのため控えた方がいいかなと思いつつ、つい毎日飲んでしまう
コンビニによると買ってしまうという方もいらっしゃると思います。私は今ちょっとね、さっき見たんですけど妊娠中なのでコーヒーは少し控えるようにしていますが、もともとコーヒー大好きなので、そのお気持ちがねよくわかります。しかしコーヒーは飲む量と時間帯さえ意識すればダイエットに嬉しい効果を発揮してくれる飲み物なんです。セブンイレブンのねコーヒー美味しいですよね。コーヒーのねちょっとこう悪いところって言われているものがやっぱりカフェインなんですよね。でもカフェインにこそダイエット効果っていうのがあったりします。というのはカフェインには交感神経を高める作用があるので、血流アップ、代謝アップ効果が期待できるからです。またカフェインにはリパーゼという脂肪を分解する酵素を活性化する働きがあるとも言われています。さらにコーヒーにはポリフェノールであるクロロゲン酸も豊富です。これはコーヒーの色や香りの元になっている成分です。そしてこのクロロゲン酸には脂肪の吸収を抑え、すでに体に溜まってしまった脂肪まで分解する効果があると言われています。最近の研究によるとクロロゲン酸には糖の吸収を抑える作用があることも報告されているそうですよ。ただやはり飲みすぎや夜間の摂取は良くないので、1日につき2杯程度までを目安に夕方以降はできるだけ避けて飲むようにしてください。もちろんダイエットのためには甘いコーヒー、牛乳たっぷりのコーヒーではなく、ブラックコーヒーやソイラテなどがおすすめです。ちなみにコーヒーのダイエット効果をさらに高めるための工夫についてこちらの動画でご紹介しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。海外で大流行、コーヒーレモンで手軽に痩せるルーティーンという動画です。他にも私の食べて痩せる食事法を3ステップで簡単に学んでやってみて、ダイエットから卒業していきたいという方は私の無料の公式 LINE がおすすめです。概要欄からポチッと友達追加して、あなたのダイエットにぜひお役立てください。今なら期間限定でこういった書籍であったりだとか、あとレシピっていうのもねプレゼントしております。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からチューティー、保健師の松田理恵でした。じゃあね、バイバイ。